ライドギターミュージックスクールのギター講習をやっています涼一郎です。今回の動画ではマイナーペンタトニックスケールのポジショニングのパート2を解説していきたいと思います。今回のポジションは5フレットから8フレット、ここの間での G マイナーペンタトニックスケールの、ポジショニングの解説をしていきたいと思います。フレーズはどのようなフレーズになるかといいますと、このようなフレーズになっています。これを解説していきたいと思います。ライトギターミュージックスクールでは無料体験レッスンを実施中です。オンラインレッスンを受けてみたいけどいきなり入会は少し不安、オンラインレッスンってどんな感じなんだろう、講師の人はどんな教え方をしてくれるのだろう、そんな心配や不安がある方はぜひ無料体験レッスンにご参加ください。今のギターに対する悩みや疑問、全く楽器に触れたことがない人でも一から丁寧にご説明させていただきます。ギターをまだ持っていなければギターご購入のご相談にも乗らさせていただこうと思います。独学だけでは習得しづらいテクニックや正しい弾き方をゼロから効率よくお伝えしていこうと思いますので、悪い癖もつかず最短で上達できるようにレッスンしていきます。無料体験レッスンのお申し込みは説明文の URL からお気軽にお申し込みいただけたらと思います。ぜひ一緒にギターを楽しんでいきましょう。無料体験レッスンのお申し込み心よりお待ちしております。